道南橋からお越しください。大きいレストランの魅力をお願い申し上げます。これは海を続きで放置したままお帰りになる方が増えています。よろしくお願い申し上げます。バス乗り場からとなっております。現在2時にも出しております。ご確認の上お進みください。まだまだ課題がいっぱいある。さて、本気で山形、次の試合のご案内です。本当に俺たちの声で次は7月11日土曜日午後7時から一発三沢球技場におきまして J リーグディビジョン1第17節横浜 F マリノス戦です。そして次の J1 リーグホームゲームは7月19日日曜日午後6時からここ NBA ソフトスタジアム山形にていよいよ2巡目に突入。そう、第18節ジュビロ岩田との戦いです。今後とも白熱の J1 リーグに注目していただきますようよろしくお願い申し上げます。サポーターへの努力もよろしくお願い申し上げます。本日のご来場誠にありがとうございました。どうぞ気をつけて